どうも、有山八子です。どうも霊夢です。今回は、J1 リーグ第29節、鹿島アントラーズ戦について語ります。前節は見事な逆転勝利。もう完全に素晴らしくいい調子。えぐいくらいの成長曲線。そんな中で迎えたこの試合、我々の現在地を確かめるのにもってこいの相手との対戦。その結果は？スコアレスドロー。15試合ぶりのドロー決着。悪くない出来だったし、悪くない結果だった。名古屋戦と似た感想だ。鹿島は名古屋と違って、過去の戦績で負けてばかり、という相手ではなかったが、しかし名古屋同様、優勝を狙える位置にいるチームで、優勝を狙える力があるチーム。そんなチームを相手に、普通に戦って、普通に攻めたり守ったりを繰り返し、結果、最後のクオリティが足らず、引き分けた。なんとかかんとか守り抜いたのでもなく、テンションマックスで立ち向かったのに得点できなかったのでもない。普通に五分の戦い。最高ではないが、十分に満足できる内容だった。しかも、言い訳にしてはならないが、この試合、我々には井出口がいなかった。これは今のアビスパにとってあまりにも大きな痛手だ。攻撃も守りも井出口ありきで成り立っているのが、現在のアビスパ、と言っても過言ではない。その井出口を欠いた状態で、普通に戦えたという事実は大きな意味がある。そしてさらに、この試合にはもう一つ、我が軍が言い訳したくなる不安な要素があった。何なのかしら？ TNC による地上波放送。は？地上波放送しかもサッカーファン以外にも認知度が高い前園先生まで呼んできて、そんな先生に豪華な弁当まで提供する始末。一体何を言ってんの？力の入れすぎだ、張り切ってどうする。大体、周囲が盛り上げようとすると大抵我が軍はうまくいかない。せっかくここまで巧妙に、繊細に、ひっそりこっそりやってきた我が軍の努力が無駄に。もう何を言っているのかわからないので、スタメン発表こちらです。よしよし。とりあえず大きな怪我とかじゃなかったみたい。奈良が復帰。しかし、僕らの井出口漫画いない。控えにもいない。これはやばい、不安しかなかった。強度の高い鹿島に対抗できるのか？平塚。そして、両サイドは前節の後半のセット、湯沢と前島。控えには、森山が入っているのが目新しいところ。中村も総丹も、今シーズン見ることはもうないのだろうか？といった感想だった。中身を見ていくと、いつもと変わらないような数字。枠内シュートがゼロだけれど、相手も一本で、どちらかがペースを握ったという展開ではなかった。そうだな。前節と同じように、両チームともに前からプレスに行ったテンポの速い展開。こちらは山岸、相手は鈴木に収まった時だけ、攻撃の形ができる、といった展開。そんな中でも、守備の形には、ある程度手応えを感じることができた。ほうほう。前から行く時と構える時。守備の二つの形。まず、前から行く時の場面を見てみる。お願いします。相手はゴールキーパーを加えてビルドアップ。こちらは、前線3枚がボールの位置に合わせて、臨機応変に相手センターバックプラス1を捕まえに行く。この場合は、今野がサイドバックをケア。このあたりは、前節柏戦と比べて洗練されてきた印象。柏戦では、4バックに対して、前線3枚のプレスのかけ方がぼやける場面があったが、随分と整理されていた。そして、相手ボランチにも、素早く前と平塚が捕まえに行き、右サイドバックには前島が前方に詰めていって、近いパスコースすべて消していく。結局、相手キーパーは遠くに蹴るしかなくなり、そのハイボールを跳ね返して回収。ここ数試合、見事な連携を見せる攻撃陣に注目が集まるが、ロングボールは絶対に跳ね返すマン、が揃った最後尾の屈強な壁こそが、我が軍の強みなのだと再認識させてくれる試合だった。なるほど。続いて、構えるときは？自陣まで相手にボールを運ばれた場合には、5-4-1 でしっかり構える。中央はぐっと締めて、ボールは外回しさせる。後ろに人を余らせているので、相手フォワードが落ちて、ライン間でボールを受けようとするときには、センターバックが躊躇なく出ていって、しっかりと潰す。状況に応じた守備組織で、しっかりと対応できたのは良かった。ほうほう。攻撃はどうだった？山岸が前を向いた状態で速攻開始。その山岸を今野が追い越して、パスを受けた今野がボックス内でラストパス、という形が何度かあった。おそらく意図的にそうしていたのだと思うが、前半は、ボールを奪ったら、できるだけ前に、早く、手数をかけずにフィニッシュへ。という意識が強かったが、これがアビスパのベースのスタイル。通常運転で、何度かチャンスを作れたのは良かった。後半になって変化は？あった。前節同様、後半になってテンポを落とした攻撃をし始めた。ポイントは柏戦同様に前島で、柏戦でも見られた前島がドリブルで前に運ぶ間に、味方を押し上げ、相手を自陣に引かせる。前方に運びながら、スピードを上げて前進するか？後ろに戻して作り直すか？の時間を作ることに成功。
結局、この場面では、宮に戻して、宮が大きくサイドチェンジ。相手を押し込んだ状態でフリーになった湯沢が突破を図る、というチャンスシーンになった。この場面以降も、ボールを保持しながら前進するスタイルにシフトし、ゴールにはならなかったが、適切な距離感でパスをつなぎながら、相手ゴール前まで運ぶことには成功していた。前節に続き、意図的にシフトチェンジできていた印象。確かに、データでもシュート数が増えているので、ゴール前まで運ぶ回数が増えたってことなんでしょうね。うむ。さて、全体の流れを見てきたので、そろそろ今日もやります。はしこででドルボルトのコーナー。さっさと行きましょう。まずは、ゴールキーパー、村上。6、シュート数自体は打たれているが、彼が目立たなければならないような危険なシーンは多くなかった。その中でも、いつも通りの安定したプレイだった。サイドバック、湯沢。6、彼だけのせいではないが、コンビネーションがうまく作れなかったので、単独での強引な突破が目立ち、ボールを奪われるケースがいくつかあった。攻撃時の幅を増やしてほしい。センターバック、グローリ。6、前半のみの出場だったが、前に出ていく積極的な守備で、その勢いのままに相手ゴール前に駆け上がるなど、持ち味を出そうと努めた。センターバック、奈良。7、欠場明けの出場で改めて感じたのは、キャプテンとしてのリーダーシップ、よりも、純粋にディフェンダーとしての守備技術の高さ。単純に角度、タイミングなど、タックルがうまい。クレバーな守備が光った。センターバック、宮。6.5、何度か効果的なサイドチェンジを披露。しっかり体を寄せたシュートブロックなど、本来の守備でも良いところを見せた。サイドバック、前島。6.5、ここ数試合と変わらず、チームに欠かせないプレーを披露。惜しいのは、後半開始からポジションを左右入れ替わるまでの短い時間。間違いなく攻撃の起点は彼だっただけに、ずっと左サイドでプレイさせていたら、と思わずにはいられない。ボランチ、前。6、ピッチ全体を走り回る運動量、相手ゴール前まで侵入する積極性は素晴らしいが、どうしてもトランジションでのパスミスが気になってしまう。ボランチ、平塚。6、比較対象外出口なら物足りないことだらけ。しかし、後半に入ってテンポを落としたボール保持の局面に入ると、当然のように存在感が増してきた。願わくば、守備の強度、相手の前に立つ、ではなく、ボールを取りに行く、意識を高めてもらいたい。フォワード、今野。6.5、山岸を追い越してボールをもらい、ペナルティエリア内に何度も侵入した。最後の一仕事、クロスのパターンを増やしたい。フォワード、金森。6、いつも通りの精力的なプレイ。特に前線でのチェイシングは効果があった。見せ場である攻撃面ではあまり目立つ場面がなかった。フォワード、山岸。6.5、得点、アシストはないが攻撃の中心として機能。特に前半は、ほとんどの攻撃が彼がボールを収めるところから始まった。数字は残せていないが、彼がチームの核であることは間違いない。途中出場、田代。6.5、後半スタートからの出場。単純な高さと強さが効いていた。宮、グローリと比べても遜色ないプレーを見せた。途中出場、小田。6、手足の速い守備と空中戦で存在をアピール。不用意なファウルは減らしたい。途中出場、ウェリントン。6、コーナーキックから惜しいヘディングシュート。あれが決まっていればヒーローだった。前線からの守備も精力的に頑張った。途中出場、鶴野、森山。評価なし。それにしても、勝つことはできなかったけれど、なんとか勝ち点自体は拾えたこの試合。しかし、順位は相変わらず8位。どんだけ8位が好きなんだよってくらい、勝っても引き分けてもずっと8位。一時は8位再浮上で嬉しかったけれど、贅沢なもので、あまりに見慣れたこの順位表にも飽きてきたわね。というわけで、なんかスカッとする明るい話題はないかしら？あるじゃねえかー。しげみー。ノーコンではないが、許せる範囲のブルーのキットをまとい、堂々と外国の地に立つあの姿。まるでピューロのように、やっと先生のように、代表選手たちを後方からタクトを振って操る姿。もいもいキュンキュン。柔らかいファーストタッチ、強度の高い守備。いいね、よ。うるせえ。興奮の仕方がやばすぎて引くよ。ハチコが危ないアイドルファンみたいになってきたので、そろそろ終わるよ。皆さんの試合に対する感想、選手に対する評価をぜひぜひコメント欄で教えてください。それではまた。